はいどうも。いや今日はねピックアップガチャが新しく来てしまったんですと。アタッカーのみということで、いや僕めちゃめちゃアタッカー引きたいんですけど、ちょっと違うのがレジェンダリーガチャキャラが当たらないということなんですね。いや普通にうーんって感じだよね。まあ提供割合で見てみましょう。はい、これな感じで、まあ 5% と変わらず感じなんですけど、まあ、その分レジェンダリーキャラが当たらないということは、つまり2年後のまあ売り上げの一味、つまりルフィ、サンジ、ニコロビンがまあちょっと確率当たりやすいよって感じなんですかね。これはまあ星4の確率はまあ当たったら2、4、6、いや9人だから、まあ9分の1で星4当たったらまあ狙ってるやつはもらえるんですよ。まあ微妙かな正直。エネル、ルビー、アーロン。まあ大体かけら集められるし、まあ時間が欲しい。まあ余裕ある人は引くべきだと僕は思うんですけど、まあまあ、ちょっとね、今スタンピードの第1弾が来てるから、まあ22日に来るじゃん、第2弾が。多分22日に第2弾来るじゃん。そっち引いた方がいいと思うけど、まあちょっと迷うのが、まあステップ1で、あの星4のかけら。まあ、20個と、まあ、ステップ2で 星4のかけらが30個手に入るっていうのが、まあ、ちょっと魅力ですよね。どうしよっかって感じなんだけど、まあ、僕はスルーするかな。これはちょっと微妙だよね。ちょっと微妙。ちょっとだよ。まあ、ワンチャン中欲しいなっていう人とかは、まあ、中、黒帯、ハッチャン、黒、銀、クリック、ゼフ、バイキーとか欲しい人はまあ引いた方がいいんじゃないですかね。まあ冗談は終わりだとして、本当にすいません。こんな内容の薄い動画なんですけど、いやまあ星4、かけら20個と30個、まあ合計50個手に入るんですけど、まあそれだったら普通にピックアップ来てる時に欲しいキャラが当たりやすい時に、まあガチャ引いた方がいいなとは僕は思います。100個使うってことなんですよ。まあつまり100個。20連引かないといけないんで、まあ普通に、その自分が欲しいキャラ、かけらが、使いたいキャラがいるとしたら、まあそのピックアップ出てるキャラ引いた方が、まあ200手に入る可能性もありますし、まあ、そっちの方が僕はいいと思うんですけどね。まあ確実に50は手に入るっていうのは魅力なんですけど、まあちょっと50じゃちょっとね、20連引いて50はちょっとね、きついんじゃないかな。まあお金に余裕ある人はどんどん引いてくださいって感じなんですけど、まあ僕は引きなんてことってて、僕は引かないかな。まあこのスタンピードのスモーカーが強すぎるんで、まあ、第2弾もめちゃめちゃ強いと僕は予想してるんですよ。まあ多分サボかルッチかバギーじゃないですか。ハンコックはまあ水着来たんで、まあ来ないかなとは思うんです。まあ来ても遅めの方かなって。今ハンコック出したらだって水着とあれもありますし、まあ、すごいバイトの気分で今話してるんですけど、まあということで、まあルッチとサボとかバギーが来ると思うんですって、まあそっち引いた方がいいんじゃないですか。僕はそう思います。そっち引いた方が、でもその、まあステップアップガチャだと思うんですけど、それも。レジェンダリーキャラが当たらないっていうのはまあちょっときついよね。フェスゲン当たんないのはまあちょっとあれなんですけど、まあ僕はこっち引いた、こっちよりまあスタンピードのコラボガチャ引いた方がいいと思うんですよね。僕は318個ありますけども、そっち引いた方がいいと思います。